綺麗な子は満席でも光って見える。高木豊です。高木です。お願いします。お願いします。やっぱ目立つんですよ。意外と分かるもんなんだよ。ああ。だから球場にこう女性の方やっぱちょっと小じゃれにしていくと、はい、すごく選手からは見える。なるほどね。意外にプロ野球選手は見てる。見てる。いや見えるって見えちゃうんだよ。今日まあそれにちょっと近い話というか、ファンの皆さんあってのこのやっぱプロ野球ということですから、まあ、このチャンネルもそうですけれども、でまあ豊さんのやっぱりもうスター選手ですか。いやーもう持てたでしょ。それ持てたもう。やっぱファンの方にもいろいろいるじゃないですか。過激なファン、熱狂的な、熱狂的なフーリガンみたいな。いやいや、そういう方っているんですか。はい、まあ最初離婚した時ね、で一人で住んでた一軒家で、今でいうストーカーだよね。女の子がいるなっていうのは分かったの、家の前に。なんかいつもいるなと思ってたの。ある日お袋がさ、うちの家の掃除をしに来てくれたんだよ。で俺昼前に起きていくから、でお袋がご飯作ってくれてさ、で寝ぼけまなこで2階から下に降りた時にさ、いつも前にいる子がソファに座ってんだよ。えと思って、はい、でちょっとお袋を呼んで、はい、どうしたの、いつもね応援してくれてるみたいだから、暑いから中に入りなさいとか、お前なんでって言って、まあ人はいいんだよ、親切。いやいいですね、なんかいいお母さんですよ。そっからだよ、えストーカーがひどくなった。いやもうね、付き合ってるみたいな、お母さんに認められたみたいなさ、そういう手紙が来て、いややめてくれと、まあ迷惑ではないけども応援してくれてるのはありがたいけど、うん、ちょっと勘弁してくれと、はい、そしたら休みの日に新聞取りに行くね。で新聞取ったらもう香水の匂いだよ。とか思って香水垂らしてるんだよ新聞に。さで表札見たら口紅で白い高木が赤い高木になってとか思って、もう大体そのうちは怖いっすよ。俺は駐車場からこう家の中入ってた。で玄関つかなかった。そしたら玄関開かないんだよ中からね。あれとか思って、はい、で表から見たらハンカチですよ。怖いでしょ。いやそしたらこういう手紙が来た。あなたの車に飛び込んで死みたいな。やめてくれみたいな。それで警察に行って、ちょっとこういう手紙が来たんだけど、パトロール強化してくれないかって言ったら、分かりましたと。でね、30過ぎてから球場でヤジ打てなかった時なんかさ、叱るとハゲみたいな言われるんだよ。まだ俺自覚ないんだよ、ハゲ。トイレ行って確認してた。ハゲてるかちゃんと傷ついてた。結構ヤジって心に響くから、ね、やめてくれ本当な。でもね、横浜ファンって横浜スタジアムでヤジられたことっていうのはそんなにない。そうなの。やっぱあったかいもん、うん、ファンはね、はい、まあ長いったらさ、バス俺試合終わってこうやって待ってるんだよ、はい、バスに乗って、はい、おじゃんってやってくるんだね。いや明らかに男だよなって名古屋球場昔出たらさ、すぐ信号とかあるじゃん、はいはいはい、それ走ってくんだよバってバスに追いつくんだよまだですよ、誰のファンだとか言ったら、はい、チキンお前の出番だ、まあ、そういうファンがいた。阪神に行った時が、はい、ものすごいアルプスにさ、阪神があの、はい、声の通るおっちゃんがいたんだよ。だかーだかーってほんと聞こえるんだよ。いらっしゃいとか言うのがあるんだ。まあ広島はちょっとガラガラだったバセレ的な、バセレ的な。でもあそこは広島のチームに対してもバセレがひどかった。あ投げると、味方にも厳しいよっていうそれぞれ個性があったね球場ね。でもファンの方にもいろんな形があるということで、はい